地球史において、天体衝突が気候や生命の進化に、与えた影響は甚大なものがあります。約5億4,000万年前のカンブリア大爆発以降、生命は少なくとも5回の大量絶滅を経験しており、そのうち約2億年前の三畳期末大量絶滅と、6,500万年前の白亜期末大量絶滅に関しては、 天体衝突がが原因であった可能性が指摘されています。しかし地球の表層は侵食や地質活動によって常に更新されていくのでこれよりも古い時代の衝突史に関してはほとんどわかっていません。そのため、 表面更新が少ない月面のクレーター数密度を調べることで地球・月系の衝突値が制約されてきました2020年7月21日にネイチャー・コミュニケーションズで発表された論文で月探査機家具屋の画像データを用いたクレーター数密度の測定によって約8億年前に地球と月に隕石シャワーが降った可能性が示されました 直径 20km 以上の大きなクレーターのそばにある直径 100m から 1km の小さなクレーターを数えたことです。大きなクレーターは周囲に放出物、イジェクタをまき散らすためそれ以前に存在した周囲の古い地形を覆い隠します。そのため大きなクレーターの付近に存在する小さなクレーターをマッピングしてサイズと数密度を調べることで大きなクレーターの形成年代を調べることができます。月の前級で 59個の新鮮な形状の大きなクレーターを調べたところそのうち8個のクレーターがほぼ同じ年代に形成されたことが分かりましたこれは偶然なのでしょうかモンテカルロ計算の結果8個のクレーターが偶然同じ年代に形成される確率はわずか0.69%であることが分かりましたつまり偶然である確率は統計的に極めて低いことが分かりますところがここで困ったことが起きました同時に形成された8個のクレーターはいずれも年代が 6億6000万年前と見積もられましたがこの中にコペルニクスクレーターも含まれていたのですこれまでの研究からコペルニクスクレーターの形成年代は約8億年前と見積もられていますこの年代はクレーター年代学に加えてアポロで採取された月の土壌の年代分析によって見積もられているためより正確だと考えられますこの差をどう考えるか論文では次のように考えましたまずコペルニクスの形成年代は土壌の放射年代である 8億年前が正しいはず。したがって、クレーター年代学によって推定された、コペルニクスの形成年代も8億年前になるべきである。この差が生じた原因は、衝突フラックスの過程に問題がある。最初の過程では、衝突フラックスが過去30億年の間、ほぼ一定であるというモデルを仮定していました。これは、今まで先行研究でも使われてきた過程ですが、コペルニクスに関して間違った年代を出してしまいます。そこで論文の著者らは、8億年前に、 衝突フラックスが一時的に増加するようなモデルを考えましたこうすることでコペルニクスも含めて59個のうち17個のクレーターの形成年代が8億年前付近となりました次にこの過程は妥当であるのかを考える必要があります本論文でこの過程の根拠とされた間接的な証拠が2つあります1アポロサンプルの同位体年代測定から約8億年前に 衝突フラックスが一時的に増加した可能性が示唆されたこと。2小惑星オイラリア族の母天体が約8億年前に分裂したことが軌道計算から示唆されたこと。こういった知見を総合すると約8億年前に分裂した小惑星の一部が地球や月に衝突したというシナリオが導かれました。こういった衝突が短期間に集中したのかまたはある程度長期間にわたって散発的に起こったのかは分かりません。このの論文ではオイラリア族の分裂年代 コペルニクスクレーターの放射年代の誤差そして同時代に形成された8つのクレーターの形成年代のばらつきから小惑星シャワーが起こった期間は3000万年間程度と見積もっていますまたこの期間に地球に飛来した小惑星シャワーの総量は白亜紀末の大量絶滅を引き起こした天体衝突の数十倍と見積もられましたこのような大規模な小惑星シャワーが発生したとすると地球環境へは どののよううな影響があったのでしょうか8億年前の地質学的記録はあまり残っていないため現時点ではあまりよくわかりませんが全球凍結の直前に地層中のリン濃度が増大したという報告があります天体衝突によって地球外からリンが供給されたのかもしれません最後にクレーター年代学は強力なツールですが年代を決定する完全な手法ではないことに注意する必要がありますクレーター年代は仮定した衝突フラックスのモデルや 解析した場所、注目するクレーターのサイズにも大きく影響されます。年代を完全に決定するには、やはりサンプルリターンが必要となります。くしくも、今年末には、中国の月探査機、ジョーガ5号が、およそ半世紀ぶりに、月からのサンプルリターンを行います。ジョーガ5号では、若い月岩石の収集を目標としており、今回の論文の議論にも影響を与えるかもしれません。私たちの、最も身近な天体である月でさえ、その進化過程は、まだ、まだ、 多くの謎が残されてています。月をを鏡として地球を見る。これこそがまさに月科学の最前線なのです。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。